ルビレックス新潟レディースと大宮アルディージャベントスの一戦です。まずは前半の15分です。茨城のクロスボールからでした。クリアしたところ、ここで攻撃が関わっていきます。ブロックしますが、園田瑞希が決めます。先制点をこれで獲得しました。自分たちの得意なサイド攻撃からの形になりましたのでね、これは選手たちにとって大きな自信につながった得点だったんじゃないかなと思います。園田瑞希は今シーズン初得点となりました。続いて17分のシーンです。今度は大宮です。中田が左サイドから運んでいきます。そして井上、ワンタッチで高橋美幸です。早速追いつきました。はい、ここね、難しい体勢だったと思うんですけれどもね、はい、井上選手素晴らしい見事な落としだったと思いますね。フォワード2人が関わったゴールになりました。1対1で試合を折り返します。迎えた後半53分のシーンです。大宮です。左サイドから浮き球、井上が持って高橋のシュートでした。いや、非常に惜しいシーンでしたよね。はい、まあ、左サイドをうまく突破して最後高橋選手と完全にね、サイドをえぐった形になりましたので、はい、ここはね、決めておきたかった、そんなシーンになったと思います。続いて59分、新潟のシーンです。三浦から一気に前線へ、シンプルに道上に送っていきます。ただ望月が出てきました。いや、非常にいい飛び出しだったなと思いますね。はい、まあ、この裏へのボールっていうものも有効に使えましたね、この場面。そうですね、道上選手の狙い、そして出した選手の狙い、非常に合っていたかなと思いますね。はい、76分のシーンです。大宮、高橋から鮫島が上がってきてシュートを打っていきます。惜しくもサイドネットでした。まあ、今日の試合はこのね、サイドバックの攻撃参加、非常に見応えがありましたね。はい、そして88分です。新潟、ここで厚みをかけていきます。最後は滝川のシュートでした。ここで試合終了となりました。2021-22ヨギボウィーリーグ第14節、新潟対大宮の一戦、1対1のドローでした。